はい、皆さんこんにちは。こんにちは、ムチンです。兄貴です。マシです。よろしくお願いします。お願いします。今日何やる？今日何やりましょうか？この前エンドの世界に遊びに行ってきて、はいはい、うん、いろいろね、撮ってきたんすわ。よし、じゃあ置いてきます。はい。あ、僕今つけてるエリトラ、うん、これも撮ってきたやつ。あ、そうなんだ。そうか、そうそうそう、そうだね。なかったでしょ。なかったもんね。この辺ちょっと撮ってきたから、うん、いいっしょ。お、すごい。お、めっちゃいいやん。ほんとよ、スイカのからめちゃくちゃあるよ。エンドシティ2カ所分なんですよ。で、シュルカも結構倒して、うん、そう、兄貴が貸してくれたドロップ増加さんの剣が意外とね、こうシュルカを殻ごと剥ぎ取ってくれて。なるほど、よかったわ、それは。体の貝柱の部分をこそぎ取ってくれた。素材を大事にしたいと。そうそう、あ、そうなんだ。途中、全ロス仕掛けたんですけど、うん、マジ奇跡のリカバリー。へぇ、生放送を見てくださった方々からも大絶賛、うん、あ、そうなんだ。途中このエリトラの周、耐久値がなくなってきて、あ、もう飛べなかったんですよ。あ、そうだね。あ、そうかそうか。飛べなくなって最後エンダーパール投げながら移動したんですけど、結構危ないね。そう、その時に奈落ダイブして、うん、え、寸前のところで残りのエリトラで、はい、うん、ギリギリリカバリーして、危なー。そう、奈落から生還したってこと。そうなんです。すごいね。それはすごいわ。せっかく不死のトーテルも持ってったんだけど、うん、奈落ダイブしたらただただ2回死ぬっていう。あ、そっか、意味ないんか。そしたらやっぱ岡手口から、うん、空き巣に入られてるの。そうなんだって。あ、なるほど。入られてるか。え、これ岡手口ないですね、そういえば。あ、岡手口ないね、そういえば。フォーエバーないっすもんね。永遠にない。この辺なかったっすか、岡手口。勝手にみんな入れる。そう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 。入り放題。ここをじゃあ、分かっているうちに変えてみましょうか。そうだね。このハードブックかなんか置いて、うん、段上げとかないと登れないね、空き巣が。空き巣、空き巣にどこまで丁寧に。あ、いいね、入りやすい。入りやすいっすよね。うん、スマートに変えてる。あ、いいですね。うん、じゃあ今日は、うん、実はその後も、うん、結構裏作業ちょっとしてて、はいはい、今エンチャントレベルが74あるんですよ。めっちゃあるやるね。うん、うん、なので、うん、せっかくねエンダーマントラップで覚えた経験値、これも、はいはい、僕らまだ司書さんがしょぼいんで、うん、あ、そうだね、僕が司書さんになりますよ。お、なるほど。どうやって本をエンチャントするんですよ。なるほど。本をエンチャントすることで、うん、このエンチャント本が量産できるわけですよね。なるほどなるほど。帯司書。なるほど。74なんでかなりの回数エンチャントいきますから、うん、やっていきましょう。とりあえずね、耐久3が1個もない。ああ、間違いない、それはね。まずエリトラにつけたい。そう。3個分欲しいよね。うん、なのでガチャをね、はい、やっていこうと思います。はい、じゃあ1個目。はい、はい、ほうほうほう。シルクタッチっておったよね、いたっけ。あ、師匠さんはいないと思う。いたけどいなくなったんやったっけ。昔いたよ、確か。あ、なんかおったかもしれん。アイキーズのそれはシルクタッチ。ツルハシ？ツルハシは違うよ。幸運？うん。シルクタッチ一応持っとこうか、じゃあ。そうっすね。うん。あ！早送りでとか言った瞬間、耐久力さん出た。おお、やっときた。やったー、うん、これが欲しかったんだ。ねえ。これもうすぐエリトラにつけよう。自分のやつも。自分のやつも。兄貴でゆうさん耐久力1ついてるもんね。うん、ついてる。うん、素だからな。素はきついね、すぐなくなる。ね、ダメージ増加いらないもんね。そうっすね。でもなんかちょっと待って。あ、寝ようか。はいはい。ここ中から。おはにゃちょー。こんにちは。でも、うん、ドロップ増加3が出てほしかったんだよな。あー、なるほど、うん、確かに頭落としたいね、やっぱ、うん、そろそろ頭落としたい、落としてこい。もう、そういう時期。うん、あれだね、経験値貯めるのはすげえ時間かかるけど使うのは早いね。ね、あっという間ね。何と一緒。恋愛と一緒ですよ。違うやろ。やったか。うん、お金と一緒だよ。あ、これ最強の剣作れるわ、俺。お、マジ。
ハンデトップを5が作れる。お今がアンデッド特攻5、うん、耐久3、非属性2、ノックバック2、修繕、範囲ダメージ3。うわー、あとドロップ増加で終わりやん。ねえ、あ、これで、あ、レベルがもう足りない。わー、もうあっという間やね、レベル。え、ちょっと待って、ん、俺レベル0になってる。0まだエリトラに耐久3つけてないのに。おい、コミトラ。Thank you。おお。あ、でも耐久力自体は変わらないんだね、耐久値。あ、そうそうそう。減り方が全然違うっていうだけか。うん、そうそうそう。またじゃあ、エンチャント今度。じゃあ、うん、まあ、春なんで、はいはい、春っぽい建築をしたいなと思うわけですよ。うん、はいはい、春っぽい。なんやろ。春といえば、うん、桜。はいはい。だね。なんですけども、はいはい、普通に桜作ったら、うん、まあ、それは、うん、あの普通のマインクラフターですよ。なるほど。春に桜を作ろう。一味違いますと。うん、普通の、はいはい、ただのマインクラフターですわ。はい、俺はただのマインクラフターじゃないよ。僕らは、うん、マインクラフターの岐阜県代表ですから。なるほど。すごい。大風呂敷広げたけど大丈夫かな。はい。岐阜にある樹齢何百年と言われる、うん、はいはいはい、あの桜。あれか。薄墨桜っていう。はいはいはい。うん。すんごいね、バカでかい。ネオっていう昔村だったところなんですけど、うん、広い田舎、うん、そう、岐阜県でも有数の田舎。そうだね、かなり奥は、うん、雪が1メートル積もる。あ、そんなに？そんなに積もるんですよ。あ、そうなんや、あっちっていうネオ、うん、ネオ村にですね、うん、あの薄墨桜という超巨大な樹齢、はい、何百年だっけあれ、もう何年、そう、ね、何百年、そうね、バカでかい桜があるんですわ、うん、はい、それを、うん、再現していきたい。おお、いいやん、それいいやん、はい、うん、というわけで、はいはい、あれは本当あのジャングルの木よりもでかいんで、うん、ああそうね、うわ、太さが、今度は原木がめちゃいるんすわ、うん、なるほど、ほうほうほう、今日はその原木集めですね、はいはい、なるほどっていう回です、今日了解です。原木を集める回ね。そう、うん、何の木で作ってくる？そうなんですよね。結構黒いっすね、でも。黒といったら松かダークオーク。松、ああ、なるほど。松ぐらいがいいんですけど、松もなくないですか？苗木。でもその辺飛べば、ひとっぱし探しに行ってくる。うん、行きましょうか。じゃあ、探した人が、うん、勝ち。勝ち。シンプルだね。分かった。じゃあ探してみましょう。探した人が、うん、素晴らしい。素晴らしい。こんにちは。こんにちは。あ、うん？一個、うん、この化石のオブジェクト、うん、作った時に、うん、めちゃくちゃ多かったコメント、うんうん、夜になると化石の上に湧きますよって。そうそうそう。あー、そっか。なんなら、うん、テラコッタの上にも湧くんですよ。湧き放題。こう湧き放題の今パラダイスになってるんで。ここの湧き潰しだけこうして、うん、終わりましょうか。そうだね。まあでも絶対湧くので、絶対湧くよね。今湧いてないのが奇跡だもん。奇跡でしたね、うん、まあ、でもガラスの上には湧かないんで一応。ほうほうほう。だから中の話、まあ、ずっと相傷、あのずっと最初から最後まで中の話をしてた。急に何の話をしてたの。俺はずっとガラスの中の話をしてるのに、なんで急に上の話をしてるの。ガラスの上の心配はしてなかったもんね、今。いや、襲われることはないなって。ああ、中が大爆発しちゃったらね、えらいことやるね、これ。でもガラスで囲っとけば爆発はしないよ。あ、そっか。自然に消えてくやつらは。はい。自然に生きて、自然に消える。それはそれでいいかもしれない。そうやね。なんか変になっちゃいそうだよね。そうですね、うん、なので、うん、あえて、うん、そうしてると解釈してください。それを今伝えたいみんなに。ここなかった。はい、というわけで、はいはい、まあその辺のね、うん、地味な作業はちょっと裏でやるとして、はい、また明日以降ですね、うん、薄
ずみ桜作り、うん、頑張っていきますので、はい、はい、みんなもあの画像検索してみてください。めちゃくちゃでかいんで。でかいね。そうですね、確かに、はい、うん、それをちょっと頑張ってね、はいはい、岐阜県民として、はいはいはい、頑張って、作っていこうと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、はい、終わると見つかけて検討ですね、はいはい、回ります、回していただきます。はい、こちら、まとまるさんからいただきました。うん、よしさんの家は使わないんですか。あ、シンプルな疑問です、ね、疑問、それに関してはですね、はい、こっちが聞きたいっすわ。そうだねあれどうやって使ったらいいですかね。本当だよね、なんかね、なんか使うっていう感じじゃないんですよね。そうだね、もうあるだけでいい、うん、そうだね、オブジェ的な感じで、うん、そうだね、博物館とか、うん、記念館とかあるじゃないですか、うんうん、そこ住むっていう感じじゃなくてね、うん、みんなが見た時に、うん、見学するような場所。なるほど、記念館ってやっぱそんな感じじゃないですか。まあそうだね、ジョイスさんちも、うん、そんな感じだと思うんだ、ね、間違いねえ、ゲストさん住む場所だね、うん、ジョイスさんちはこういうものですよって、うん、見せるだけの。そうだね、そう、住むとかじゃないそういうことなんだぜ結局。うん、だって結局俺らの寝るとこはここだもんね、うん、本当っすね、うん、3つのベッドここで仲良く寝るんだから。そうですね、そうですね、ちゃんと色も決まってるんで、うん、そう、はい、ここがやっぱね、寝心地がいいんだよね。そうですね、そうなんですね、うん、パート1000まではこのスタイルでいきます。長いなぁ。どうぞよろしくお願いします。一緒ってことは一生これでいくってことね。うん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今度こそ本当にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。